はい、新年明けましておめでとうございます。皆さんちょっと取りだめのね動画でちょっと満足できなかったかもしれませんが、新年一発目2024年ジグスのリワークチェックから始めていきたいと思います。録画開始開始。使っている顔パックはですね、ビブスでしたっけの、あの、あ、鎮静のやつになります。録画開始開始。アムムアムムオンザビーチ、アムムオンザビーチやん。新年の挨拶してきた。新年の挨拶、アムムオンザビーチです。びっくりした今。ジャムジャム、おめましてあけめでございます。ラッシュちぎられ、おめましてあけまてで、あめます。あぶね、帰らされいた。スレッシュの通常、いってスレッシュの通常、痛いチャンネルやん、あいつ痛いチャンネル。え、もうダイブする気こいつ、嫌がってんね。いや、これやばい、オラフチャンネルのオラフさんが来た。オラフチャンネルだー。オラフチャンネルのオラフさん来た。え、これ当たってないの、ごめん。やばい、死ぬわこのオラフ多分。あ、2レベ。あー、くそ。わー、グンネス、グンネス。いや、てか俺の W なんか当たってなかったな、ルシアに。待って、これ甘党だ、ちょっと甘党食べてくるわ。え、てかスキル強化されるようになったのこのリワークで。スキル強化？なんか光ってるけど。何それ。フレッシュ、あ、なんかあれだっけ、なんかあったね。あ、やべ、なんかめっちゃ飛んだ。やべー、あ、なんかね、 W なんだっけ、空中でも使えるみたいな。え、でもマジでさ、え、ちょっとなんかスキル強化されるようになってるわ。ちょっと待って、このアップデート知らない俺。スキル強化なんてあったっけ。なんかね、前はさ、境界 A だったやん、うん、俺が変わってるわ。読まないかんこれ。あ、パッシブか。あ、そう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 。あ、それも変わったんだ。え、このゲージが溜まったらショートヒューズ強くなる的な。スキルがタワーに、あ、スキルがタワーに 15%、バウンドモが強化されて追加ダメージを与えるようになった。なんか死んでね。死んじゃった。何になった。オラフチャンネル？オラフチャンネル行っちゃった。そう、圧倒的レベル差。なんだ、ビビってるな。取れるそれ。うん。うわあ。あ、待って、これ撃っちゃダメか。あ、これちょっとダメージ入れてみたい。えい。なんかで。なんこれ。あ、やば。うわあ。スキル。スキル当てたかったのに。全然わからんかった。ほいで、なにこれ。ジグスもリワーク来てます。スレッシュのバグはどうなるね。あ、じゃこれ再発するタイミングが爆発しますので、配置し、再発するタイミングで爆発しますので、配置しまで行って、何言うとんねん。スレッシュのバグは治った、一瞬で治してくれた、さすがや。ミッドあれなんだね。ミッドあれ？ミッドザイリー。ザイリーなんだ。確かに。ああ、でも、マナブーツ入ったら違うね。変わるね。やはりマナブーツ。酔ってるわ。酔ってるねー。あ、くそ。こんばんは。これスキルでダメージ入ると、うお、いって、強化ダメージいいね。強化ダメージパワー、これタワーにダメージ入れるぞ。わからんな。あ、食べていいですか。わからなすぎる。待って、始まってね。スタッフチャンネル始まってる。
やばい、ミスった。ミスる。まずい、ちょっと下がれ下がれ、バカ野郎、なんやこれ。逃げろー、危ない、来るぞ。どうした、うお、危ね、なんか倒してる、紐飛んできた、うお、強い、うん、限界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 、トリプルキルマー、帰らなかった、全開主催、横からザイラ、横からザイラだ、横からザイラされた。でもなんか知らんけど俺結構金持ってんぞ、意外とへこんでないね、意外といけるわ。あ、死んだわあいつ、やばい、なるほどね、ここで、あ、そういうことか、理解した理解した、 W はそういうことね、はい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 、え、当たってんのこれ、待って、やば、やばい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 、あー、まあ、やばい、え、もう今の当たってんの、やべ、おられちゃった、リワーク感じた、うん、ちょっとリワーク感じたかも、フレッシュの、フレッシュの9の挙動が普通に当たった、あの全然マップにそもそもつかなかった、悲しい、止めといてくれ、それ行くわけねー、ちなみに負けじゃねー、負けたちなみにな、こっからでしょ、ジグスチャンネルは、うぅ、なんかさ、スキルのさ、距離なんか広くね、うん、そんな広かったっけ、広い、なんか広くなった気がするんだけど、変わってないと思うけど、これは変わってないか、いでいで、俺人生初めてワード置いたわ、ここに、マジか、うわ、やだー、ちょっと痛いな、ラズスキル、危ない危ない、牛アン育ってんね、いやでも俺悪くないぞ、俺全然、いやジグスのこれむずすぎるだろ、何、いやその W がその空中でも押せるようになって意味わからんって、この調整この調整ガチで意味わからん、普通にそれはいらんわ、テックレベルが上がってる、待って、危ない、うわうわうわ、頑張った、めっちゃいいダメージ入ってるけど、頑張れオラフ、オラフいい、オラフがいい、え、あ、いけた、うわ、なんだこいつ、プロベル持ってやがる、これいけるね、これはあるぞ、しな、さよなら、以上ないな、ミッドロ、さよなら、のバチバチにやってたんだ、フラッシュされちゃった、最強だったあいつが、全然ダメージじゃなくて、くうわーなんか、うわ中心ダメージが悲しい悲しいな、アメ入れてくるわ、それ戦うその無理だよ、無理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 、戦わんほうがいい、死ぬ、死なない、勝てる、でね、この試合ね、ガチであります。俺がいる、俺がいる。から俺という男ね、強いっす。が時代が来る、いや、来る。マジで来る。確かに、今までのジグスなら、ありますね。このリワークが飛び越えるようになったな、結構。9? うん。結構飛び越える気がする。なるほど、俺は気のせいなんかな、
どうなんだね、あれくわー、かわいそう、どうしようもね、倒れてるよ、すごいいいダメージ入って、いやほら最高じゃない俺、まだ舞える、まだ舞えます、でも飛び越えるんだよなあー、確かに飛び越える、うん、飛び越える、なんで飛び越えてまうんやろこれ、やっぱ強いわジブスは、ジブスありますこれ、やばい、まあ俺、あー取られんのそれ、俺の完璧なバウンドボムが、バウンドボムじゃねえ、これさすがに怖いな、さすがに怖いか、タルさんとかとも喋ってたけどさ、えやぞ、あちち、これガチでむずい、そうそう来るか、フレッシュとかがな、あのこれ ブリンクインしてくるの意味わからん普通ブリンクイン、どういうこと、そのあれでプロベル、プロベルとかそういうものだからな、すべてのチャンプがゾーンに使える、意味わからんじゃない割と俺に慣れたから何も感じない、なんちゃんあいつ、やばい、おい俺強いわ、あフリーです、ガチで俺強い、これガチです、ちょマジで、ああ切れそう切れそう落ち着いてください、4094円持ってる俺、うん、もう金一番、もう村一番の金持ち、俺も世界壊せるわ、世界一金持ってる今、最強だわやっぱりこのキャラ、誤爆マジで多い、これこの W いつもの癖でやってまうやん、なるほどね、押しちゃって、そう癖ついてたら大変そう、うわー待って、ウルト適当に押したらそんなことなっちゃうんだ、押収された、ゴッドライク、うん、HP がさせたね、うん、なんだこのリシャン、てめえてめえてめえ、だってトップやばい、トップやばい、トップやばい、やばい、トップやばい、行ってきます、プレーナー、あ、トップレーナー下にいた、13,000円、うん、お前が大金持ち、大金持ちオブザイヤーやん俺、やば、金の量王者番付乗れるわこれ俺2024乗れます。すげえな、なんか中華強くね？気のせい？まだ現役の顔してる。現役の顔つきではあるよ。あもう怖すぎだろお前。怖すぎだろマジで。顔面怖いって。殺人鬼の顔してる。ブラか。はい。ミドラ取られてるのか俺は、そうなんすよ、何起こった、強っ、強っ、リコール阻害しまーす、普通にないぞ、パンツーカーム、これさ実はさ、うん、サイオン強い説ない実は俺たちのサイオン強い、俺たちのサイオン結構強いぞ、本当だ、悪くない、悪くない、強者サイオン顔してた、おう、マイターだ、やだ絡まれちゃった、ナイス生き残り、うわあそれは宇宙、アムだけ倒すかとりあえず、
もう死んだ。あ、もう死んだ。殺した殺した。あ、死んだ。ガレさんも死ぬ。あ、やば。あ、レジェンダリーだ俺。俺という男強すぎる。普通に34一個も寄ってこなくてくそこの34強いとか関係ねえ。普通にカルブレイカー持ってる34なんてそんなもんだよな。ガチで強いわ俺。やっぱジグスはまだやれるわ。まだやれるね。まだやれます。現役だわこいつ。もうやれないでほしかったんだけどな。え、俺のジグス、ジグスチャンネル大好きでしょみんな。ジグスチャンネル、ジグスチャンネルともうこのゲーム強すぎるよ。ちゃんとウグと強いやん。まだやれるわ、ね、みんなは俺たちのサイオン。いや俺ダメージやっぱシャッタードクイーンクラウン積むのは正直甘え。なんだなんだこれ。一番ダメージいるやつリフトメーカー。一番ダメージ80、85。ホライゾンフォーカス？テマストライデント。もうメジャー行けばいいんじゃない？今から？貯めてみるか。ちょっと貯めてみるわ。ちょうど買えるし。貯めてみる。このタイミングで？最初どうなるかと思いましたが、気づいたらもう二人ですよ。あ、ウルト打ってみるわとりあえず。とりあえずウルト打ちたいな。いいやついない。ルシアン、ルシアンに来て。捜索隊。捜索隊です。ルシアンいなすぎわれた。この辺に撃ちたい。おお。え、強い。嘘。見てなかった。どうし。全然見てなくてくさ。三人ぐらいにあった。いいウルトだった。もしかして。いいウルトだった。なんか買ったんじゃね俺ら。そいつさえ殺せば。やばいか。まずいか。おお、危ねえ。ブリンクした。いいぞ。ここでサイオンがいい味を。タワタワタワ。おお、バカ大バカ者一人入りまーす。なんだその死に方。うわ最後、うわ最後どんぐらいで取ったのか見りゃよかった。なんか削れ方変な感じだったな。これリプレイ見る時間ある？めんどくせえか。さすがに俺は構わないけど。だってこれ5倍速しかできないよね。4分かかるやん。無理無理。5倍速？もっと倍速あったっけ？はい、初視聴者さんにも見せてあげた。4万6000ではあるか俺。普通に強いか。普通に強いか。普通に強かったな。普通にダメージ健在。ジャイアンツリーは3100。アマトがな、あんま180しか稼いでねえ。アマト微妙いな。見るだけ見てみるか。何倍で見れるかによって、ちょっと。何倍で見れるかによるよ、だいぶ。俺はマスターだったんだ。飛ばせたらいないな、マジで。なんでその機能ないの？なんでだろうな。最大って書いてあるけど、何倍なんだろう、これ。最大よ。ギガマックス。あ、でも結構早いか。8倍ぐらい。体感。カーパックもちょっと外しながら待ちます。一瞬削れないかなと思ったけど、なんかじわって削れた、うん、ダメージがさ変わってたからさ、どんぐらい出たか俺も見たいんだよね普通に。ノート開こう。なんかね、外外周で当たるダメージよりは上がったけど、中で当たるダメージに比べたらだいぶ下がったみたいな感じだった。ああそうよね。真ん中がやっぱなくなったから。俺は 6K 負けてんぞこのタイミングで。 5K かよく勝ったな。いやもう勝てる気しなかった。7分 5K 7分 5K ってもう結構終わりだけどね。正直勝てる気はしてなかったね。意外と次何使おうか考えてたもん。やめろ。試合中に大体負けるからこれ。よく質問されるけどね、結構何使ったらいいですかみたいな。構成考えてこれにして、なんかこういう風にしてるんですけどっていうコメントあるけどね、割とね、
あの自分が好きなキャラを一体極めるのはね大事だよ。ランクやるだけならマジで、うん、極めた方がいいキャラを。そうそう、大差一体極めますとか、フレッシュ一体極めます。俺は最初チャレンジャー行った時、大会出たいとかなら違う。あ、そうそう、あ、最初チャレンジャー行った時ずっとバルスしか使ってなかったし、俺レオナばっかやってた。こういう感じでね、やっぱね、うん、あんま関係ないんすよぶっちゃけ。実際マジ関係ない。なんか適当にやってたら上がるよ。好きなキャラで本当にいい、マジで。ティーモでもいいし。覚醒したソウルスティーラー極めていいですか。本当にもうどういうことや。何を極めんねん。キャラの話してたのに。来るぞ来るぞ来るぞ。あーでも、あ、結構いってるかも。うん、なんかね、結構いってるわ。一瞬あれ削れないなって思ったけど、ルシアンの減り方気づいたらもういってた。やばいかも、うん、気づいたらめっちゃ削れてた。バウンドボムのダメージ高えな。まずスレッシュにこんな入んのか。もうウルト結構削れてる。アモムだ、アモムにこのダメージなんだ。アモム、お、すごいかも。え、アモムフル AP だよ。フル AP なアモム、フル AP アモムで草。なんやねん。結構出てるね。見れてよかった、うん、出てる出てる、よかった。ご視聴ありがとうございました。ルシアにちょっとぶち込みたかったです。なかなか、なんかリワークされても全然、まあ強化球を頑張って当てるぐらいじゃないのイメージ変わったところ。W 気をつけてくださいね、マジで。あのロングで投げるとき、それだけ。どうぞ、ご視聴ありがとうございました。新年一発目、明けましておめでとうございました。バイバイ。